カブラキ古墳群は、千葉県三部市松尾町カブラキにある古墳群である。カブラキ古墳群は、南房総から続く房総大地の東端にあたる三部市松尾町、カブラキの標高40メートルの大地上に築かれた古墳群であり、前方後円墳4基と円墳15基で構成されている。このうちの2個の前方後円墳、1号墳と5号墳の発掘調査が、 1952年と1953年に日本大学によって行われた。なお、5号墳については日本大学の調査後にも1989年に三部考古学研究所によって墳級測量と横穴式積室の再調査が行われた。また、17号墳と18号墳は1984年度社採取事業に伴い、 調査が行われあと消滅した。1号墳は朝日の丘古墳と呼ばれ、か木八幡神社の境内にあり、社殿によって南側の首レブの一部が作閉されている。本古墳は前方部を西に向けた、全長76メートル、公園部計48メートル、前方部幅40メートルの前方公園墳であり、周合は縦型で二重に巡っているが、東側の周合は、 千葉県道62号成田松尾線の工事によって破壊されたという。出土遺物については、末期、はじき、下玉のみが記録されている。埴輪列は、墳丘の中段と裾部の上下2列に配され、墳丘中段には、円筒埴輪、人物埴輪、馬型埴輪が、集光に沿った、気阜裾部には、円筒埴輪と、人物、水鳥、鳥の継承埴輪が、 交互に並べられていた。5号墳は1号墳の東南約150メートルに位置する前方部を南西に向けた全長47メートル、後円部計20メートル、前方部幅20メートルを測る前方後円墳であり、高さは前方部後円部とも4メートルである。墳急南側の首レブに開口する前室と原室を持った 複質構造の切り椅子積み横穴式積室があり、積室天井が崩落しており洞窟された痕跡が見られるものの、比較的多くの副葬品が残されていた。小規模な前方後円墳ながら副葬品には、欠出したものが見られ、長く微壺を含む薄液3個、鉄製自家等12ぶり、銅製バグ1組分のほか、鉄病約50個、混同性素管磁色4個、 ガラス小玉46個など多くの飾りとともに、他に例を見ない、近藤聖書を入刀し、近藤聖金着形容器1個が出土した。築造時期については、1号分は6世紀後半、5号分は、埴輪は出土せずこのことから6世紀末と、また17号分と18号分も6世紀末と、推測されている。本古墳群は、九十九里部屋中央を流れる。 木戸川の東岸に位置し、JR 東日本総武本線松尾駅の北方約1 5キロメートルの場所にある。南側は、半石放還後に、大田助義が築城した松尾城に隣接し、また、大帝古墳群がある。北方の木戸川上流西岸には、大塚古墳群が、さらに上流の東岸には、芝山古墳群がある。ありがとうございます。